こんなのお前、僕くんにね、飛び降りるななんて言ったら、それはすなわち、飛び降りろと言ってるようなもんだろう。この美しい入水ポーズ、完璧な入水ポーズ、さっきと同じところかな。そうよね。わあ、なんか、え、なにこれ、え、ああ、こんなところが、すげえな、ここもカタール、ここ、ここにある、ここ、あれ、あ、あった、深いんだよな。よし、はあ、ドキドキするわ。ドイツ民主共和国かっこ東ドイツ、ドキドキする、怖え怖え。これマックスになっても結構やば、あれ、これ大丈夫か、おい、助けて助けて、あ、これさっきのところか、こっから出れるのか、すげえ洞窟みたいになってる、うわ、あ、なんか光った、今光ってる光ってる、おい、これはなんだ、オランダ王国、めちゃくちゃ王冠落ちてるな、まだある予感、まだある予感はする。あ、こんなところに張り付いてる、天井にガーナ共和国、光の先から、お前の光だったとはな。出れない、ちょっと出れない、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 怖い怖い、あ、今のいいな穴から、穴からよ、ウーティーさんが見えた、はい、ちょっと下の方もっと、あ、もう39個も取ってんのか、あと11個、もうちょっと下の方ありそうだけどな。あ、これドブ川、ドブ板、ドブ川って失礼な、はい、やったー、あー、痛い、ザリガニ、じゃーん、あ、やっぱ大きなザリガニか、かなり大きなってやつやっぱいたんだな。これ戻ってきたっけ、こっち行ってないよな、あ、ニュー、おい、なんかかっけえ色してたな今な、かっけえ色してた今、小紫だ、大紫はどこだ、大紫、大紫を要求する俺は、今ニューじゃなかったの、ニューいたな、ニューいたな今な、おい、いぶきひめぎす、バッターシリーズもいっぱいいますね、もう時間多分ないんだよね。あ、ここに繋がってんのか、でこの先にクワガタの木があるって感じか、でもうおじさんがね、どこにいつ出てきてもおかしくない、いつ出てきてもおかしくないぞ怖いね、おじさん怖いね、もう遊んでよっかな海で、ずっと。ここは大事、なんか虫いねえかな、あ、いた、まだいるよな、ほい、よしよしよし、この辺おじさん来ないから、あー、銀一文字せせり、やったぜ、やったぜ、レア虫一気に今日2匹もゲットしたぞ、あーすごいすごい、大盤振る舞いにも程がある、花歌が俺を歓迎してくれている、やった、おい、ちょっと待て、銀一文字せせりよ、お前こんなところに出てしまったら、お前水に入って、そんで水から出てきて、水に入って出てきてやったらお前一生取れるぞこの野郎。これ隣行ったらやばいかな、隣行ったらやばいかな、怖いな、おじさん来たら怖いので一回帰りたいからな、助かったな、命拾いしたな、銀一文字せせり、俺は乱獲はしないが、レア虫だけは別だ、レア虫だけはもう取れるだけ取っておく、取るレア虫の方が取るなよ、むしろレアってことは貴重なんだからさ、とどめさせちゃうじゃないか、生態系によ、よいしょっと、うー、ハッピー、マジで今日、今日マジハッピーだわ、またニュー出たもん、おい、あれ、おいおい、逃がすか、おい逃がさんぞお前、こうなろうマジで、どういった、よし、かかったな、
キリギリスだ。やったぜ。よし。いやー楽しかった。あ、もういないし、先導さん。はい。いやー楽しかったな。めっちゃいっぱい虫取れたし、オオカも取れたし、みどりちゃん、みどりちゃんすごかったよ。あ、みどりちゃんもさ、みどりちゃんに俺2回負けてねえ。なんなら2回負けてるよな、みどりちゃんに。勝ちてえな。もう2回くらい勝ちてえな。ほい、みどりちゃん、今日は最後の川遊び、ね、今日最後だもんね。水泳大会に参加したかったら、みんなに声をかけて、やろうぜ、みどりちゃん。久しぶりにね、寒い季節になっちゃうもんね。私たち、みどりちゃんにも勝とうぜ。もちろん。よし、ちょっとめぐみさんのところに行きたいので、ついでに水泳大会したけど、はい、これでみどりちゃんにも勝ち越したんじゃないか。2回負けてるかな、みどりちゃんには。余裕なめぷしすぎて。めぐみさーん、めぐみさーん、来たよ。ちょうだい、あれ昨日俺作ったやつ。できてるよ。やったー。うわー、つーか俺が作ったのと似てません？気に入ったオブジェのグラスがあったらあげるよ。くれんの？やった。ください。あのチュってやつください。可愛いんで。僕が気に入ったやつをくれるってこと？ね、違うよ。私が気に入ったやつをそうなんだあげるのさ。でもその方が嬉しいな。なんだそれ。その方が嬉しいね。でもね、お気に入りのやつくれるって相当じゃない？僕が気に入った、ね。でも夜来てるけどな、いつも。なんか成し遂げたらって言ってるけどね。めっちゃ嬉しい。俺が作ったやつに似てるよな。また写真みんなに見せるけど、ほら緑色で、夏の野原で僕たちは一生懸命草滑り、ああ楽しかった。そういうイメージなんだな。このじゃあね、見るたびにさ、草滑りのことも思い出せるしね、この自分で作ったことも思い出せるといいね。これ取っ手、コップの取っ手をねつけるのはね難しいから、みんなね、その職人さんにやってもらったんだけど、俺は自分でやるっつって自分でつけたってお母さんが言ってたわ。でもなんとなく覚えてんだな、それも。俺やりたいっつってつけたの、なんとなく覚えてる。でも上手にできてるよな、あれね。あ、めぐみさん、めぐみさん、あの、めぐみさん、今度でもな、島流しって言われたからな、今度やったら結婚じゃなくて島流しなんだよな。これ待っても結婚してくださいっつってちょ、こらくそ、ごめん、ごめんなさい、めぐみさん、ごめんなさい。次は何ですか？今度やったら系だからね。何パターンあんだよこれ。でこれ俺もテキスト読みたいマンだから、めぐみさんがそれをなんか言うたびに俺は壊し続けなくちゃならない。心が痛い。壊したくないのに壊さなきゃならない。やってしまったな、またな。あ、棚が下に落ちて周囲にガラスの破片が散らばっている。他人事みてえに、人事みてえに言ったけど、おめえがやったんだぞ、僕くんよ。なんだな、めぐみさん、明日も来るね。えげつないでかい魚いなかった今。こいつでかすぎだろ。おい、僕くんぐらいでかいぞこいつ。おいちょっと待って、はこいつ、何、化け物がいる。これつかめねえだろ、こいつでか、僕くんよりでかい。なんならちょっととんでもねえのがいた。何あれ、化け物みたいなのが、こいつ何？モンスターだろ。でかすぎてつかめねえのかなこれ。バグってんのかってぐらいでかいけど。うわ、壁の中もすり抜けし。うわ、消える。取れねえ。マジ取れない。何分やってんだこれ。全く取れん、こいつ。なんだこれ、バグってんのか。なんか全然異常にでけえしな、一匹だけ。全く取れん。釣るか、釣り上げるかこいつ。いる？うわ、いた、でっけ、でけえの、いた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 。こいつだ、こいつ。こいつ、なんでザリガニとかで釣れるかな。おしょろこましかかからんな。なんだよ、いらんよ、おしょろこまは。うわぁ、ここにいるおしょろこま全部釣ったろか。なんだこれ。
入れた瞬間に入れた瞬間にかかるお、入れ食いにも程がある。まさにまさに入れ食いだなこれこれ足元にいる、足元にいるおしょろこまが全部かかる。くっそー、あいつマジで釣れねえな。あのバカでかいやついるのかな、まだいる？いるわ、目立つなこいつ。これいるわ、これ釣れない、釣れねえし掴めねえし。こいつまだなんかダメなのかな、なんかあるのかな。ちょっと また今度チャレンジしようかな。かなり長いことやったんだけど、ほらここはさ、ここは自力じゃ上がれねえのか。上がれるだろう今のジャンプで上がれるだろ、僕くんならいける。で毎回船頭さんに送ってもらわなきゃなんないのか。あっちでももっと行ってみたいな。よいしょっと。みっちゃん。あ、王様。王様元気？かわいいな、こいつ、もふもふで。王様って、羊なの？羊じゃないの？どっちだよ。どっちだよ。僕も、王様になりたいな。あなれないって。貴様じゃなれんって言われた。今日も泳がないの？あ。うん。でも今日の水泳大会終わりだからね。よかったね、みっちゃん。つらかったろうな、この5日間。でも毎回水着を着てくるのかわいいな、泳げないのに。よし、虫相撲やっかい。やるー、俺レア虫持ってっから虫交換もできるな。俺様に勝とうなんて2万5000年早いぜ。で、昨日から2万5000年も経ったのか。私もやるよ。お今日の生贄は、みどりちゃん。あ、初めて見たかも、みどりちゃん。さあ、最初は僕からさ。やるか、今日もキングはいないのかい。俺の勝負じ。出た出た、キングカブトだ。昨日までいなかったんだけどな、出てきたな。うわー、ちょっとこれ勝ちてえな。あのスジクワとかミヤマとかを育ってて、から行くか。ミヤマビッグ絶対強いでしょ。パワーやべえからな。これは強くなるぞ、ミヤマ。元の能力がめっちゃ高いもん。いいね。あー、怖え。おらー、よし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 。ぶちかまし持ってんな、いいね。オッケーオッケー。なんかミヤマクワガタ美味しそうだな。一回、溶けて固まったチョコレートみたいな。頭の部分美味しそう。いけ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 。あー、マジか、出たな。姫オオクワガタこれ強いんだよな。ミヤマちょっとスタミナないな。いやー、聞くかぜ。あれ強い。うわって、なんかこれ強えな。出るんじゃねえぞ。押せ押せ押せ。よしよしよし、来た。無敗で10勝。これは期待の新人。この虫も10勝だべさ。そうそう、名前をつけてあげるっしょ。名前何しようかな。いっぱいあるからな。あ、ミルキーじゃん。こいつめっちゃミルキーじゃない？こいつめっちゃミルキーだよな。色が。ミルキー、ミルキー、ミルキーハリケーン。あー、すごい。かわいい。めっちゃプリティ。ミルキーハリケーン。いけー！ミルキー！ギリギリ！ミルクチョコだもんな。ミルクチョコの色してるもん。赤いパッケージの一番甘いやつの色してる。ギリギリ。ミルキー、よしよしよし、いいね。でもオスなんだよな。ちょっと試してみるか、どんぐらい強いか。このミヤマ相当パワーあるからね。あ、めっちゃ背中押してきたな。頑張れ。いや、でっかー、こいつのパワーはすごい。こいつのパワーはすごいぞ。これはきついか、これはきついか。あー、おい、ピザじゃねえんだからよ。ちょっとこれは強い、これはマジだな。いやー、これうちの強いやつらでも勝てるのか。いけいけいけ。果たして勝てるのかこいつらで。頑張れ。いや、パワーじゃちょっときついよな。
メダパニダンス行け、メダパニダンスで3だ。やめろそれもう。ちょっと格が違うな。この分負けちゃったしょ、負けちゃったしょや。いやこれジャンボどうよ、これいける、ジャンボいけいけいけ、スタミナで頑張れ、スタミナは耐える。うわパワーやば、マジでどう倒すのこいつ、また出しまくりか。いやこんなことある、ここまでここまで育ててきたこいつらが。おや、おかみいけんのかよ、パワーがやばいぜ。技を全部覚えたやつを出してきたぜ。ちょっと待って、背中もっと押すしかねえかな。これでいってガブリより、あ、きついよね。いけ、なんか出せ、くったくった、よーし負けたよ、やった、おかみおかみしかいねー俺たちには。げー負けちゃったよ、やったー。僕室蘭のデパートで買ってきてもらった。おいお前卑怯な、なんでデパートなの、なんてことすんだよ。カブトムシがいないべさ。そうなんだ、せっかく、じゃあ取れないのか。僕くんにあの秘密を教えちゃおうか。教えて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 。早いよ。なんよ、みどりちゃん。俺様の最終兵器で勝負さ。だからあれも反則だってば。もうレイくんは反則だって分かった。したっけ、したっけ。最終兵器なんでザリガニ出してくんのか、また。やった、マジ嬉しい。そんじゃ僕くん、また鍛えといてよかった。呼んでね。はい。おかみのスタミナ上げといてよかったな。もう今までずっと背中一回しか押してこなかったのに。ついに押しまくったけど、多分2段階目に入ってたんだな。あーよかった、まあ、やにしてやるぜ。ちょっともっと戦いたい。私もやるよ。まだ強いのやつ殲滅してないからな。というわけで今日の生贄は僕くん。俺買ったのに今俺。よし、じゃあしたっけ、今日はこんなとこにしよう。いやでもカブトムシ倒せてよかったな。でもまだ秘密兵器がいるみたいなこと言ってたからね、まだ出てくるだろう。よし、虫相撲にねガンガン勝っておかないと秘密兵器出ないと思うんで、またちょっと明日もやろうね。こんなとこか。あとなんかやることあったっけ。おっちゃんがどこに出るかわかんねえけどな。あ、ニューまだ一日は終わらない。裏ジャンの目、まだ虫取りをする男、まだまだ虫取りをする。あっちかな、あそこ気になってんだよな。こっちは、お、ここはまだおじさん来ないのか。おい、あ、なんか取れた。なんだ、蜂触ってみようかな。あ、物差しトンボのビッグだ。一応取っとこう。蜂触ってみっか。蜂は、あ、違う、今触る気がちょっと違うの今。釣り竿を取り出して網振ろうと思ったんだって。ツンツンしてみたところがツンツンされたのは私の方だったちょっと今量やばく音あらららららら、音やばいだろあれ、あ、何してたんだっけ。おじさんいる、おじちゃんいるけど、これご飯だよになっちゃうんじゃないのね。おじちゃんこんなところで生き物が相手だからね。うんうん、この機械なんつったっけこれ。せっかく、あー出たベルギー王国。もうせっかく夕方だからここにあるもんいろいろ調べまくろうと思ったんだけど、これなんだっけ、見れねえのかよほんで見れねえのかよこれさ。ベルトコンベア逆走できんのかな。あ、一方通行なんだ。もうおじちゃんか絶対ダメだよって言われたのに目の前に乗ったのかと思った。いいねここね、星草のソファーだ。いいね、魔女の宅急便だ。ここ見たっけ、この辺のものな。ごちゃごちゃいろんなものがたくさん置いてある。この辺とか全然調べてねえからな。ちゃんと玄関から入ろうぜ。玄関から、おーい、ご飯高さったよ。高さったよっていいね。よーし、今日のご飯なんだっけなんだっけ、俺なんて言ったんだっけ、なんて言って正解したんだっけ俺。
じゃあコロッケか。いただきまーす。あ、いただきます。いいね、牛乳瓶に。本当にステレオタイプな牛乳瓶に入ってる。ごちそうさまでした。と取れたて、絞りたてかな。え、かなり大きなメスグマだったよ。マジで一発で仕留めたって。死んじゃった、死んじゃったんだ、うん。人里に出てくるようになってたからしょうがない。危ないもんね、子供もいるしね。でも、一緒にいた子供の方は大丈夫だ。子供？今子グマはどこにいるんだい？ユアン寺の境内よ。あ、ユアン寺って言うんだ。レイ君のとこ？そうよ。お寺か。へえ。え、今いんのかな？今いんのかな？行ってみる？クグマ。お母さん死んじゃってなんかかわいそうだね。まあしょうがねえのか。ユアンジ行ってみっか。ホタル今日でよかったな。じゃあね、昨日ついつい昨日取りに来ちゃったわ。ホタル今日も取ろうかな。おい、一匹ぐらいホタル取ろうかな。おい、じゃん。あー、出たー出たー。今さ、この一匹だけ取ってキング出ねえかなみたいな、ちょっと動画的にそしたらいいんだけどなみたいなさ、やらしいこと考えてたわけ今出たな、ちゃんと出たな。これお経怖いね。お経なんでこんな夜中にお経となることあんのよ。あー、いた。そうか、檻があったもんね。なんだこの檻とか言ってたもんね。クマさん動いてる。なんかかわいそう、こんな狭いところに。かわいそうじゃない？なんかお母さんもいないし。こんにちは。君はなんて名前なの？そうか、ゴロっていうのか。トトロみたいな感じで決まったよ。お母さんと離れていて寂しくないかい？寂しいよ、それ。でも、僕も夏休みの間だけ、まあね、お母さんと離れて暮らしてるんだ。夏休みの間だけじゃないぜ、ゴロは。ゴロちゃん。そうか、ゴロは僕よりも元気なんだね。なんかもう友達になってる。一瞬で友達になった。ゴロ、あ、これさ、これ笛吹いたらどうなるのかな。嫌われるかな。どうなるんだ。笛吹くとこ他にないじゃんな。ここしかなくない、使うところ。こんな夜中に。ゴロどう。なんもねえのかよ。なんもねえのかよ。どう、ゴロ。君の。なんだよ。よし、よ、ちょっとゴロ。ゴロなんかかわいそうだけど、ちょくちょく見に来ようかな。なんかもうすっかり友達になったしな、今な。なんでいるんだよ。あらららららら。お前犯人が分かってんだぞ。なんでいいんだよ。まったくだらしねえな。これイベントの時だけじゃないのか。あれ今すごい何してたんだっけ。今すごい格好で寝てたね、今ね、僕。またいたよ、あのお化け。みんなに今日報告があるんだけど、今日お風呂入るわ。ついに久しぶりにお風呂入るわ。ちょっとめぐみさんの家は行かないわ、今日。あったし、さっき。さっきあったし。よし、4日前。やばい、これはやばい、これは噂になってる。これはもう友達の間で噂になってるな。久しぶりのお風呂だね、気持ちいいね。おい、よし、そんでみんなとお話をして、時間大丈夫かな。ギリギリってとこだな。おじちゃん、おじちゃんはあっちへ帰ろうって思ったこと、この話だね、雪の話だ。ってことは多分じいちゃんどうせ酔っ払いなんでしょ、じいちゃん。あれ意味いや、何日かこの髪短くなった下りやってるんだったら、もうそれで自然やんけ。それで短いので、おい、あ、また今日は音楽が流れてないからちゃんと子守歌歌ってくれたいね。僕も眠くなってきちゃった。
声がやっぱり良いね、ボックン。ただ、少女の隣にはその手を引く自分と同じ年格好の男がいて、よく寝てるわ。あ、笑ってる。笑ってた。今日のジャガイモおじさんの話してる。男爵芋、うん、コロッケとポテトサラダの芋芋コンビに芋芋コンビアスパラのベーコン巻きをくるくるくるっとつけました。ベーコン巻き大好き。アスパラの男爵芋っていうのは、うん、丸いジャガイモのことです。おー、僕くん大正解でした。パフパフ。丸いジャガイモもなんかみんな男爵芋って呼ぶんか。おい、危なかったね今。よしよし、はい、みどりちゃん、ジャガイモおじさんの話聞きながらコロッケ食ったな。この家涼しくていいよね。ね、うん、でも冬は寒いんだ。そうそうか。どこの家でも隙間風が入らないように、うん、窓の外側にそんなに貼るんだよ。へえ、そうなんだ。ねえ、花歌っていいとこっしょ。ここの名前だっけ。そうだよ、いいところだね花歌。みどりちゃんも花歌が好きなんだな。花歌みたいだね。だからいいんじゃない。そうなんだ。そこのなんかおしゃれな感じが気に入ってるわけね、みどりちゃん。昆虫採取セットするか。ほい。ミヤマクワガタ、オス。暑いのは苦手なんだけど、北海道なら平地にいるよ。頭の形にちょっとだけ特徴のあるクワガタなのさ、気がついた。ちょっとチョコレートみたい。チョコレート。ミヤマはいるんだ、北海道に。暑いのがむしろ苦手なんだね。ほい。あ、やっぱり一番だ。カラスアゲハ。黒くて綺麗なアゲハの仲間、大きな羽を広げて飛ぶよ。寒い地方でもすっごいたくさん飛んでる蝶なんだ。1番だと思ったんよ。2番がミヤマカラスだもんね。でっか、これめっちゃでかい。これでもビッグじゃないの。キングサイズとかどうなっちゃうんだよ。さあ、それではドーン。ゴマシジミ、幼虫時代はアリの巣で過ごす変わった蝶がゴマシジミ。羽化した後は一目散で巣から逃げ出し、さようなら。すごいね、本当に。めちゃくちゃ変わってるね。幼虫の時はアリの巣で。へえ、面白い。ゴマシジミ、これが初めてのレア虫だな。嬉しい。そして銀一文字セセリ、名前がかっこいいもんね。名前の由来は銀一文字。よく見て羽に線がある。本当だ、前後の羽をぴったり揃えて、なかなかお行儀いい子だね。すげえ綺麗に横に銀一文字が入ってるね。いやー、これもレア虫。66番すげえ。今日2匹も取った。虫はこんなところかな。じゃあ2匹かこう。いや、新しいとこ行ってね、レア虫取って、なんかすごい深い湖の奥底で王冠も取ったし、そして草滑りの王冠もアルゼンチンゲットした。あ、これなんだ。大きく深い湖の真っ暗なそこで王冠を拾ったよ。一体誰が落としたのかな。なんか音楽流れたもんね。感動的なシーンだったもんな。あそこにもなんかでかい魚いたよね、なんか奥底に。いやー、カブトムシも倒したしね、今日すごいな。今日めちゃくちゃ怖いな今日な。セーブしますか。はい。いやー、よいしょ。8月9日ね。よし、ちょっと明日もまたね、あの新しく今日船頭さんが連れてってくれたところ冒険したい感じありますけどね。とりあえず行けるところは全部行ったと思うけど、虫もまだいるかもしれない。よし、それではみんな、また明日遊ぼうぜ。したっけねー。おやすみー。8月9日金曜、天気晴れ。今日は濃い一日だった。まず朝一で囚われた王冠を救出。水泳大会の後、船頭さんと1年ぶりに再会し、向こう岸ではニュームシやついにレアムシもゲット。さらにめぐみさんに昨日のコップをもらって、なんかバカでかい魚にも会って、やっと出てきたキングカブとオカミが撃破。さらにさらに夜には熊野五郎と友達になって、なんと4日ぶりにお風呂にも入った。そんな濃い一日の中でも特に印象に残ったのはやっぱりあの大きな湖。深い深い湖底に沈んだ王冠は一体いつからそこにあったんだろうか。あの湖には何かもっとすごい秘密があるに違いない。まさかネッシーみたいな見たこともない生き物が住んでいるのでは。早速おじちゃんたちに報告して調査してもらわなきゃ。これで明日の一面は未確認生物発見で決まりっしょ。